梅ヶ江湯は、兵庫県高砂市高砂町にある風呂屋である。江戸時代の面影を色濃く残す、山陽電鉄高砂駅南側の静かな街並みの、一角にある昭和18年開業の古い風呂屋である。玄関側は、デトロではあるが、ごく一般的な昭和の平均的なのモルタル作りの、平凡な建物に見えるが、裏に回れば様相は一変する。 建屋は相当に古い木造建築で造改築を繰り返した跡があり、建物側面と煙突にはレンガが使われた根構造となっているのが大変珍しい。また現在も焚き木を使って湯を沸かす数少ない銭湯として貴重な存在である。内部には作られて80年ほど経過した木のロッカー、古いベンチなどが見られ時代を感じさせる。 夕方近くなると四角いレンガの煙突からは黒煙が立ち上る光景が眺められる。最近では千と千尋の神隠しの湯屋を連想させるとして人気を集めている。兵庫県高砂市高砂町次郎女町1593山陽電鉄高砂駅から徒歩5分。高砂駅南側一帯はかつては加古川加工の港町として賑わった町である。一帯は 江戸時代初期水路を含め、姫路藩が建設整備した計画都市であり、水路を利用しまいなどを集積した歴史がある。今なお時代をタイムスリップしたかのような佇まいの残る高砂町一帯だが、住居表示には高砂町の下にさらに町名がつく。材木町、鍛冶屋町、釣船町など一筋ごとに名は変わり、江戸時代の賑わいを想起させる。 室町時代のゼアミ作、高砂やこの裏船に、で知られ、結婚式などで歌い継がれる洋曲、高砂ゆかりの高砂神社、船に使った板を組み合わせて作った板壁を持つ、高学家屋敷、古刹、重林寺、焼き穴子で有名な下村商店など見どころが多く、誇り高き界隈が挑然と、今なお残る。この銭湯の西隣のバスの展開所は、 廃止された国鉄高砂駅の急行内である。ありがとうございます。